皆さんこんにちは、マンチャンネルです。今日はですね、河原登山の、赤牟田の辻と金満山に来ました。今日この2つの山登ったらコンプリート達成です。そして今日はじゃーん、名越さん、また名越さんとまた来ました。名越さんです。名越さんがあれ以来山にハマったんですね。ハマりました。残りすべて一緒に行きます。残りすべて今日で終わりです。まだ行きます。これから一緒に行きましょう、はい、よろしくお願いします。ここはどこかな。五入道登山口というところで、ここから登ります。これが今の赤牟田の辻のことですね。焼きたて山って読むかな。うわー、いいっすね。これが最初の分岐ですね。新庄最初はこの前行ったんで、今日はこっちですね。新コンボレビー橋。おお、綺麗。いいな。めちゃめちゃ綺麗ですね。めっちゃ綺麗。相当いい。なんか金満山と言ったり、金光山と言ったり、みんな言い方バラバラなんですけど、調べてみたら金満山が正しい言い方らしいです。いや、かなりの急ですね。お、滑るわ。よいしょよいしょ。まっすぐ、すごい、めっちゃ綺麗。お、分岐ですね。左です。ぬさば、イノシシのお風呂。すごいな。いい登山道ですね。気持ちいいです。今日は滝は行きません。こっちですね。アロさん、そっち行きます？じゃあ、俺、先のとこ行きます。お疲れです。お疲れです。さよなら。気をつけてくださいね。お疲れです。あら、どうしたんすか？あ、バレました。すいません。やっぱ、山じゃないとダメみたいです。やばいっすね、この急。やば、急すぎっす。やべ、速いっすね、登るの速いっす。おー、いい道ですね。よいしょ。
気持ちいいですね、この道。いいですね、この道。めっちゃいいっすね。もう金満山、もうすぐですね。もう着きました。金満山526メートル、登頂しました。もう眺望はないですね。名越さん、じゃあ赤豚の辻向かいましょうか。行きましょうか。行きましょう。しゃ。おお、綺麗な道。右ですね。やっぱ上に行けば行くほど雪が増えてきますね。もうちょっとですね。おお、着いた。おお、すげえ。赤本の辻登頂しました。うわー、すげえな。ここは川田登山で一番高い山ですね、赤本の辻。そしてなんとこれで川田登山すべて制覇しました。ありがとうございます。コンプリートしました。すげえ、やべえ。森さん、どうですか、登山は。最高です。これ全部乗りますね、 YouTube に。では下山しましょうか。はい、行きましょう。行きましょう。お、危ねえ。名越さん、はい、走っちゃおうか。走っちゃおうか。行きましょう。はい。危ない。危ない。いいですか。はい。
どうやったんすか最後もうすぐ金満山ですね。大丈夫だったですか。到着。やっぱ上りもきついですけど、下りマシン行きますね。滑る。この下り坂やばいですね。やばいな、これは。これ絶対滑るっすね。これはやべえ。うっそ。ずっとロープがある。今下山しました。今日はですね、金満山と、赤牟田の辻に登りました。これで河原登山の、10座すべてコンプリートしました。本当はですね、来月の1月末までが期間だったんですけど、もう今年中にコンプリートしたかったんで、無事にできてよかったです。まあ、河原町の登山の、山すべて登ったんですけど、また登山はこれからも続けていきたいんで、ぜひまた見てください。ではまた。